こんにちは。私は京都フュージョンイヤリング社共同創業者チーフストラテジストの武田修太郎です。本日は京都フュージョンイヤリング社の最新のプロジェクトであります模擬核融合発電実証プラントユニティ計画についてお届けをしたいというふうに思います。ではプレゼンテーションを始めさせていただきます。はじめに我々京都フュージョンイヤリング社についてご説明いたします。我々京都フュージョンイヤリング社は2019年日本で初めての核融合スタートアップとして京都大学から設立されました。現在我々は東京、京都、イギリス、さらに2022年内には米国内に事業所を設立をします。現在までの累計資金調達額は 16.7 億円、従業員数は約50名となっています。我々京都フュージョンイヤリング社は世界中の核融合民間企業や研究機関に工学的ソリューションを提供することにより核融合エネルギーの実現を加速しております。そうした中、我々は最も高水準の要求を満たす核融合プラント技術の研究開発を実施をしています。一例を挙げますと、プラズマ加熱を目的としたザイロトロン、トリチウム燃料のオサイクル技術であるポンプ、さらには液体金属、溶油塩を用いた先進ブラケット技術等において世界の先端を走るプレイヤーです。こうした工学的技術に取り組む中において、京都フュージョンイヤリング社が長年思ってきたことがございます。今まで核融合発電システムの試験施設は世界に存在はしませんでした。したがって核融合による発電可能性を実証した事例もまた存在をしなかったわけです。これにより核融合発電の実用化に不可欠なプラント機器のエンジニアリング R&D が未だに世界的に途上にございました。さらに核融合炉の炉心、ブランケットからの熱取り出し、エネルギー利用というものを実証した事例もまた存在はしませんでした。こうした試験はイーターでも予定をされないことから、核融合発電の実用化に向け速やかに実証の必要がありました。こうした先進ブランケット、特に液体金属、溶油塩を用いたものと必要になるような R&D の要素は極めて大きいというふうに考えられますので、こうした意味合いからもこの試験というものは重要性が高いというふうに判断をされるものです。また最後に、液体金属、溶油塩を用いた高温エネルギー利用系の実証、これについても実証事例がまだありませんでした。液体金属、溶油塩を用いることにより高温でのサイクルを実現をする、これは高効率発電システムへの第一歩でございますが、ここへの実証というものが必要でした。特に核融合プラントにおいては高温サイクルにおけるトリチウム移行など固有の課題が存在をするわけです。したがって、こうした3つの世界で今まで事例がないもの、これらを乗り越え核融合発電が実用化に至るためには、核融合プラント機器の統合的な R&D、 これこそが世界で必要とされていたというのが京都フュージョンイヤリング社の考え方であります。こうした中で我々として立案をした次期計画ユニティをご紹介いたします。ユニティ、ユニークインテグレーテッドテスティングファシリティの略であるユニティは、核融合のプラント機器を統合的に一箇所で試験をすることができる世界初のプラントです。ユニティはジャイロトロンの試験部、ブランケット、ダイバーターの統合試験部、鮮度における高温での熱交換試験部、トリチウム循環ポンプ試験部、核融合燃料サイクル実証試験部、多目的試験部、それらを接続をする高温液体金属または溶油塩ループ、それらを駆動する電磁ポンプ、そしてそこから熱を取り出しエネルギー利用するエネルギー試験実証部、これらにより構成をされる統合プラントです。
このユニティにおいては、全部で4段階の建設を経れます。第一ステージとしては、リチウム鉛ループの建設並びに実験。まずここにおいては、2022年度、すなわち2022年3年度末までに、鉛ループの一次完工を終えた上で、核融合プラント条件における各種材料試験の開始を行います。次に、2023年には、ブランケットの試験を開始いたします。ここでは、実験並びにシミュレーションによる先進ブランケット試験を開始いたします。そして2024年には、核融合エネルギー利用システムの実証を開始。ここにおいて、世界で初めて核融合発電システムを用いたブランケットから発電までの一貫実証を実施いたします。そして最後に2025年に、ダイバータ・ジャイロトロンの統合試験を開始することによって、このユニティにおいて、核融合発電所において想定をされる全要素機器の統合的な試験が開始されることになります。こちらのユニティは、先ほども申し上げた通り、こうした全部で7つの試験部から構成をされます。ここにつきまして、一つずつご紹介をいたします。まず、すべての起点になりますのが、ここにお示しをしているブランケットダイバーターの統合試験部。これはいわば核融合炉心の模擬環境というふうに言い換えることができると思います。このユニティのブランケット試験部の特徴としましては、以下の3つが挙げられます。1つは、リチウム鉛、フリーウェイ、水など、複数のレーバーによる冷却というものを試験可能であるということ。これは、より幅広いブランケットの種類の試験が可能となることを意味します。また、4テスラの強磁場環境が再現可能であるということ。特に勾配のついた4テスラの強磁場の負荷により、MHD の試験を可能とした設計になっています。そして最後に最も重要であるのが、高温ブランケットを試験可能とする最大で摂氏1000度までの高温試験を可能としているということ。これは、堆積加熱を模擬をする外部加熱装置によって、この堆積加熱の温度プロファイルを持った1000度までの熱取り出し試験というものを各種ブランケットに可能とするということになります。こうした非常に多様なブランケット試験が可能となるような設計になることによって、我々は海外の数多くの顧客に対してこの試験部を使っていただくことを可能にします。なお、KF 社の背景技術としまして、我々は京都大学と共同で、フリーで、並びにリチウム鉛の試験ループというものをすでに運用実績がございます。こうした背景技術に基づくことにより、KF 社はより短いサイクルでの R&D、さらにはユニティの建設というものを可能にしています。次に、このブランケットダイバーター試験部から熱を取り出した先、1000度高温熱交換試験部についてご説明いたします。ユニティの高温熱交換試験部は、核融合プラント模擬環境下において、最高で摂氏1000度までの熱交換を可能とする先進試験部です。これにより、高効率での核融合発電プラント条件、これにおける液体金属、溶融炎と各種材料との共存性の実験、さらには腐食試験等お幅広い試験が可能となります。現在、京都フュージョンエンジニアリング社は、京都大学と共同において、シックシックの複合材コンポーネント、こちらの先進的製造手法の R&D を実証しているところです。なお、こうした技術に関しましても、KF社の背景技術としましては、すでに900度までの熱交換試験を京都大学に所在をするリチウム鉛ヘリウムループによって実証を済ませていると、こうした背景がございます。こうした知見をもとに、我々はより短いサイクルでの R&D、そして、ユニティの建設を進めてまいります。次に、この熱交換で取り出された熱だけではなく、ここからもう一つ取り出しを行います、トリチウムに関するポンプ試験部、並びに燃料サイクルの実証部についてご説明を申し上げます。ユニティでは、トリチウムを取り扱わず、重水素による模擬を行うことにより、次の2つの実証を行います。1つは、水素同位体の取り出し実証。これは液体金属、溶融炎からの水素同位体の連続取り出しの実証です。これにより、水素同位体というものが発電システムと同条件において
連続的な取り出しが実証可能であるということを示します。次に水素同位体の循環並びに貯蔵の実証、これは水素同位体を含む気体の循環並びに貯蔵に必要となる各種要素プラント技術、こちらの実証です。ここには専用ポンプが含まれます。こうした一連の統合試験により同位体の分離、貯蔵を含めた一連の核融合燃料サイクルの実証を行うことがユニティの目的となっています。またこの観点から我々京都フュージョニアリング社が有しております製品の一つ、トリチウムポンプのご紹介いたします。我々のトリチウムポンプとしては以下の3つの特徴がございます。一つは高いトリチウムへの適合性。本ポンプはオイルフリーであり、高トリチウム濃度下においても連続運用が可能でございます。また空気、ヘリウム、水素と多様な流体に対応であり、こうした流体により性能に大きな差が生じないこと、そして金属ベロースを有さないというような特徴がございます。こうした観点から我々は以下に示す3つの諸元のポンプ、こちらを販売をしてございます。こうした一連の熱取り出し、そして燃料循環、こうした実証系に加えまして、我々は多目的な試験が可能な多目的試験部を設けてございます。ここでは、例えば F82H 等のリチウム鉛、もしくは溶融炎における腐食性能、こうした多目的な材料等の試験、もしくはトリチウム取り出し、熱交換、こうした試験というものを追加的に実証する、こうした目的からこちらの多目的試験部というものを設けているものです。最後に、Unity ではこうした取り出した熱について、二次系においてエネルギーの利用を試験します。ここにおいて Unity は2024年末に世界初となる核融合発電システムによる発電実証試験を予定しています。これはブランケットからの熱取り出しから各種発電サイクル、これはブレイトンサイクルから蒸気タービン発電までの発電プラント条件における発電実証を行います。従いましてブランケットから世界初となる発電実証を行うものです。本実証実験により核融合発電システム並びにプラント機器設計に必要となる各種パラメータの獲得、特に高温発電サイクルにおけるトリチウム以降に関わる課題というものは過小評価されるべきものではございませんので、こうした実証実験下における実証データ、こちらを用いることにより、より適した発電サイクル、そして発電プラントの設計データというものを獲得してまいります。また本エネルギー利用では、水素製造をはじめとした非電力利用についても合わせて実証を行います。こちらにつきましても、詳細が定まり次第、改めてご説明をさせていただきます。最後に、ジャイロトロンの試験部、こちらを2025年に統合いたします。ジャイロトロンにつきましては、先般ご報告の通り京都フュージョニアリング社としては英国原子力公社マストユーアップグレード、こちらへの導入をはじめとしまして、現在世界中の核融合研究機関に対し販売をしているところでございます。今後の性能向上、こちらにつきましても本ユニティに最終的には統合することにより、すべての核融合プラント要素技術というものを、こちらのユニティ一つの施設において実現が可能である。そうした状況を作り出してまいります。以上が、京都フュージョニアリング社次期計画であります、ユニティ計画の概要でございます。現在、このユニティにつきましては、その基本設計を終え、国内の複数パートナー企業との協業により建設を開始をした段階にございます。今後、2022年度末までのリチウム鉛ループ建設並びに実験、2027年度のブランケット試験開始、2024年の核融合エネルギー利用システムの実証開始、2025年のダイバータ・ジャイロトロン統合試験の開始、こうした工程を経まして、我々は核融合発電所において想定をされる全要素機器の統合試験というものを行ってまいります。なお、ユニティは放射性物質を用いず、
また核反応を発生させないため核的事故並びに放射性物質医療の危険性はございません。ご清聴大変ありがとうございました。皆様からのお問い合わせをお待ちをしております。